キックオフ岡山香川。キックオフ岡山香川。おはようございます。岡山香川のサッカーを熱く盛り上げていく番組、キックオフ岡山香川。今日も解説は赤嶺慎吾さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今週もパジアーノから、明治安田生命サッカー J2 リーグ第25節、ファジアーノ岡山はアウェーで徳島ヴォルティスと対戦し、1対1のドローでした。およそ1200人のサポーターが駆けつけたアウェーゲーム、連敗は避けたいファジアーノ岡山、徳島ヴォルティスと対戦しました。試合は前半27分、ファジアーノ前線でボールを奪って、桜川のシュート、これはクロスバー。40分、ファジアーノ鈴木のシュートの流れから、坂本のクロスに田中、これもクロスバーに阻まれます。後半14分、ファジアーノ鈴木の縦パスから、先輩が前を向いて右足のシュート、これは枠を捉えられず。33分、ファジアーノ中盤でボールを奪われます。相手のシュートを一度はゴールキーパー堀田が弾きますが、柿谷が押し込み、徳島に先制を許してしまいます。しかし後半44分、ファジアーノのコーナーキック、木村のダイビングヘッド、ファジアーノ同点に追いつきます。木村選手よく飛び込みましたし、このヘディングシュート下に叩きつけたのが良かったですね。はい、怪我から復帰し13試合ぶりの出場だった木村、気持ちのこもったゴールでした。土壇場で追いつき、連敗は免れたファジアーノ岡山、アウェーで貴重な勝ち点1を手にしました。赤嶺チェック。さあ赤嶺さん、はい、この試合は劇的追いついてのドローでした、はい、どうご覧になりましたか。はい、まあ、1試合通して、前線からの守備がすごく機能してたなとは思います。そうですね、前半 の決定機のシーンもそうでしたよね、はいはい、そうですね、桜川選手が、ゴールポストに当てたシーンも、うん、あれも前線で奪って、この守からこう切り替えでこのシュートまで行っているので、まあ、交代選手含め本当1試合通して前線からの守備っていうのは非常に効いてたんじゃないかなと思います。そうですね、はい、で得点シーンは、はい、コーナーキックから木村選手が決めてくれましたね、はい、復帰してゴールは嬉しいですよね、まあ、よく飛び込みましたし、うん、まあ、このヘディングシュートも下に叩きつけたのが、このボールも滑って良かったんじゃないかなと思いますね。そうですよね、はい、もうなんか木村選手がもうこれからのファジをこう体現してくれてるような、うん、さらに盛り上げていってくれるような、はい、まあ、非常に気持ちも強い選手ですもんね。そうですよね、はい、そしてこの試合アウェーの地ですが、はい、およそ1200人のサポーターが駆けつけたんですよ、はい、いやもう本当非常にチーム選手にとって非常に力強いなと思いますし、うん、まあ、それで本当結果欲しいですね。いや、さらに私たちファンサポーターで選手を後押ししていきましょう。さあファジアーノ岡山、次節はホーム戦です。明治安田生命サッカー J2 リーグ第26節、ファジアーノ岡山は現在リーグ7位のヴィファーレン長崎と対戦、明日16日日曜日午後6時キックオフです。さあここからは選手の素顔に迫る秀佳直撃深掘りインタビュー、どうぞ。 J1 湘南から新加入の高橋亮選手、左サイドで躍動しここまで1ゴール10アシストをマーク、後半戦経験豊富な高橋選手の活躍に期待です。ファジアーノ岡山、高橋亮選手です。よろしくお願いします。お願いします。高橋選手、加入した時とイメージ変わりましたね。そうですね、髪の色とかもあるんじゃないですか。なぜ急に。もともと
髪を染めてたっていうところもありますし、なんか自分的には髪が明るい方がプレーもそうですしモチベーションも上がるかなっていうのがあって、やっぱりじゃあ今上がってますか？そうですね、気持ちもプレーも上がってきてます。まあ、こういった見た目でもこうインパクトを与えた高橋選手ですけれども、群馬戦から3試合連続でゴールに絡みましたよね。そうですね、まあ、自分でもびっくりですけど、そんな何試合も得点に絡むっていうことが今までなかったので、でもその得点に関わるっていうのは、まあ、試合もそうですけど、まあ、練習からも常に意識していることなので、それが結果に出て、まあ、自分自身成長しているなっていうのを感じてますね。あの栃木戦のゴールっていうのはあれクロスですか？クロスがそのまま、そうですね、クロスですね、まあ、ソロモンと雄大が、まあ、勢いを持って飛び込んできてくれたんで、やっぱ相手のゴールキーパーも迷ったのかなっていうのは感じてます。あの普段こうマサダでこういろいろ見ていると、はい、結構若い選手と一緒にいること多いですよね。そうですね、どちらかというと若い選手と、まあ、一緒に自主練習したりとか、プライベートもそうですね、若い選手と。誰といるんですか？タベイですね。さっきも一緒にね、はい、言いましたもんね。タベイと結構どんな話するんですか、若い選手と？そうですね、まあ、サッカーの話もしますし、なんですかねくだらない話というかいじるんですか？いじるし、なんか向こうからも来ます。いじられます。いじられ役もできるんですね。いじられ役っていうか本当にプライベート謎なんですよ。はい、何してるんですか？プライベートはでもサウナが好きなんで。そうですよね、サウナに行っているか、まあ、子供と、まあ、散歩行ったりとか、うん、公園行ったりとか、あと犬の散歩とか。お子さんはちなみにおいくつなんですか？もう1歳10ヶ月ですね。もう2歳間近なんですけど、す、ね、犬と子供が一緒に戯れているのが可愛いなって思います。似てるだけでいいですね。はい、喋ったりするときに赤ちゃん言葉になったりしないんですか？赤ちゃん言葉どうですかね、たまになるかもしれないです。赤ちゃん言葉っていうか、うん、秘密ですね。とか、いや、それはないです、それはないですそういうのはないですね。まあ今後っすね。今後、はい、じゃあ慣れてきたら。そうですね、見せていただけたら。はい、それでは最後にファンサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。はい、いつも熱い声援ありがとうございます。その声援に応えるためにも、しっかり勝利を皆様に届けられるように、僕たちも練習からしっかりやって試合で結果を残せるようにこれからも頑張っていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございますキックオフ岡山香川。加藤さん、はい、高橋選手の髪の色にも注目ですね。そうなんですよ、はい、またね今後も変えていくかもしれないとおっしゃってたので、うん、はい、ぜひ皆さん注目してご覧ください。はい、さあそしてやっぱりね、試合でも本当に存在感発揮してますよね。はい、うん、はい、本当突破力あるんで、この左サイドからのこの突破っていうのは本当一つの武器でもありますし、本当多くのチャンスを作ってほしいですね。そうですね、はい、あの実は明日の長崎戦が高橋選手30歳のお誕生日ということで、おめでとうございます。一日早いですけれどもその長崎戦で活躍を期待しています。さあそれではファジアの岡山ホームゲームの情報です。第29節8月5日の町田戦はシースタを赤く染め上げようファジレッドナイトを実施。オリジナルデザインの LED ブレスレットを先着1万名にプレゼントいたします。そして選手コラボメニュー第2弾、柳安孝選手監修の冷静と情熱のバタチキーマカリーもこの町田戦まで。まだ食べていない方はぜひお召し上がりください。コマーシャルの後は J3 たまたまあれさぬきです。やっと金井選手の番が来たということで、はい、よかったです。キックオフ岡山香川。ここからは J3 たまたまあれさぬきです。明治安田生命サッカー J3 リーグ第17節、
蒲田マーレ讃岐はアウェーで YSCC 横浜と対戦し2対1で勝ちました。蒲田マーレ讃岐、アウェーで今シーズン初勝利をつかめるか。4試合ぶりの勝利を目指し YSCC 横浜と対戦しました。試合は前半2分、 YS 横浜マイナスのクロスに佐藤のシュート、これが決まり蒲田マーレ早くも先制を許してしまいます。しかし11分、蒲田マーレ下川のスルーパスから岩岸が抜け出すと、これを落ち着いて決めて同点に追いつきます。岩岸選手、この主から攻に変わった時のこの切り替えの速さも素晴らしかったですし、シュートも落ち着いてましたね。はい、岩岸は嬉しい J リーグ初ゴールです。そして40分、蒲田マーレ再び岩岸が抜け出して今度はパスを選択、赤星が決めて逆転に成功です。この力強いドリブルからこの中の状況をしっかり見えてて、赤石選手よく決めましたね。はい、さあこの岩岸の1ゴール1アシストの活躍で蒲田マーレ讃岐逆転勝利、今シーズン初めてアウェーの地で白星を挙げました。赤嶺チェック。さあ赤嶺さん、蒲田マーレ讃岐今シーズン初めてアウェーで勝利しました。よかったですね、はい、嬉しい。さあこの試合はどのようにご覧になりましたか。はい、ワンゴールワンアシストの岩岸選手ですね。いや、大活躍でしたね、はい、まずあの1点目、主から攻に変わった瞬間のこの背後のドライビング、あの相手よりも早かったですし、反応も、まあ、ゴール前も落ち着いてシュート決めれたなというのは印象に残ってますね。そうですね、はい、そして2点目も似たようなシーンですかね、はい、そうですね、あの力強いドリブルで、抜けて、このシュート打てるチャンスもありましたけど、この中の状況をしっかり見えてたんで、あの落ち着いてましたよね。さあそして蒲田マーレ讃岐、ここ数試合のフォワードがしっかりと得点を取れてますよね、はいはい、あのやっぱフォワード陣が得点取るとチームで勢いも乗ると思うので。そうですね、はい、じゃあこのまま勢いに乗っていってもらいましょう。さあ蒲田マーレ讃岐も次節ホーム戦です。明治安田生命サッカー J3 リーグ第18節、蒲田マーレ讃岐はテゲバジャーロ宮崎をピカラスタジアムに迎え撃ちます。今日15日土曜日午後6時キックオフです。さあ蒲田マーレも行きますよ。今回は赤嶺さんも仲良しなあの方です。ヒデカ直撃深掘りインタビューです、どうぞ。FC 琉球から新加入の金井隆選手、 J1、J2 合わせて250試合以上の出場実績を誇る経験豊富な超攻撃的ディフェンダーです。蒲田マーレ讃岐、金井隆選手です。よろしくお願いします。さあようやくですよ金井選手。遅いっす、やっとです。いつも毎回来てくれるために俺かなと思ってたんですけど、ね、やっときました。いやでも金井選手本当にいつも元気ですよね。元気が取り柄なんで。なんでそんな元気なんですか。いや家帰ったらもう爆睡です、はい、バタンキューしてます。全力です。全力でもう練習の時出し切って。そうす。お家ではお家はもう寝てます。起きてるか、うん、うるさいか寝てるかなんで0100です。はい、どっちかなんですね、はい、そうす。だから寝てろって言われます、はい、よくうるさいからね、はい、そうす。確かに今シーズンはどんな思いでプレーをされていますか。いやもう讃岐、蒲田マーレ讃岐をやっぱり J2 に昇格させるためにプレーしてるんですけど、なかなか今結果が出てない状態で、まあ、すごいもどかしい、自分もあんま出てないんですごいもどかしい状況なんですけど。ご自身のプレーっていうのはどうですか。いやまだまだですね、もっと勝たせられるプレーもできるし、もっと本当守備でも攻撃でも圧倒的な力を出さないといけないと思ってるんで、まあ、まだまだなんで残りのシーズンで発揮したいなと思います。どんなプレー見せたいですか。いや、まあ、誰よりも点を取って誰よりも守って一番目立つことです。おいやでも赤嶺さん も、はい、もう金井選手はもう超攻撃的って言ってました。はい、守備あんま好きじゃないんで、まあ、攻撃が最大の防御だぐらいの気持ちでやってるんで、はい、もうどこでもできるんですか。いやどこでもできるわけじゃないです。どこでもやります。やります。できるかできないかじゃないです、やるだけです、はい、どのポジションにいても結局は上がっていったらフォワードにもなるし、下がったらディフェンダーにもなるんで、でたまたま最初の位置がそのディフェンダーとかミッドフィルダーだけだと思ってるんで、まあそういう感じですねじゃあそして、まあ、この番組の、はい、解説をしているのが
赤嶺慎吾さん、はい、もう琉球時代にもね、はい、一緒に、はい、その赤嶺さんからあるメッセージをいただきましたので。高橋久しぶり。お久しぶりです。赤嶺慎吾です。FC 琉球時代はお世話になりました。こちらこそです。FC 琉球時代、沖縄の生活をすごく楽しんでいるように見えましたが香川の生活はどうでしょうか。今度美味しいうどん屋さん教えてくださいうどん屋さんか、あれなんだっけ、くすがみだ、くすがみっていうところがあるんですけど、めちゃくちゃ美味しいです。高松市内のうどん店、麺匠くすがみです。金井選手をうならせた絶品うどんとは？僕はホルモンつけうどんっていうのを食べるんですけど、ホルモンが入ってるつけにタレにこうつけて食べるんですけど、はい、めちゃくちゃ美味しい。やっぱ慎吾さん大好きって言ったの。本当ですか、はい、店主さんもめちゃくちゃいい人なんで。あ、そうなんですね。ぜひお願いします慎吾さん。赤嶺さん食べに来てください。若い選手たちにここは伝えたいっていうことあったりしますか。まあ本当持ってる力を全て出し切れば、まあ、僕たちがケツ拭くし、ミスは誰にもあるんで、まあ、家族みたいなもんなんで、まあ、家族が殴られたらやりに行くし、やり返しに行くし、チームとして失点したら点取りかなきゃいけないんで、まあ、そういう意味では家族がやられたらやり返すぐらいの気持ちでいるんで頑張りますキックオフ岡山香川。神田さん、はい、ホルモンつけうどん美味しそうでしたね。いや実は私もいただきました、はい、美味しかったですか。めちゃくちゃ美味しかったです。いや食べたいですね。絶対行ってくださいね、はい、あのお店の方まで出演されたので必ず行きます、はい、さあそして金井選手、やっぱりね、はい、ここからベテランの力も必要になってきますよね。はい、実力ある、本当経験ある選手なので、うん、必ず活躍してくれると思います。そうですね、はい、これからもチームを引っ張っていってください。さあ蒲田マーレさぬきホームゲームの情報です。第20節7月29日の福島戦は世界のカブトムシとクワガタが大集合。ヘラクレスオオカブトやギラファノコギリなど夏休みに珍しいカブトムシたちをみんなで観察しよう。ここまで解説は赤嶺慎吾さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。コマーシャルの後は未来へキックオフ、地域のサッカー香川、高松東高校サッカー部をご紹介します。キックオフ岡山香川。香川県立高松東高校サッカー部、昨年創部以来初めて高校サッカー選手権大会香川予選で準優勝の成績に輝いた、近年めきめきと力をつけてきているチームです。このチームを率いるのが今年で就任8年目を迎える佐々木浩二監督。監督としてのキャリアは今年で33年目のベテランです。監督に就任したての時っていうのは、はい、チーム自体は強かった、はい、いや本当に1回戦敗退、2回戦敗退のチームで、なかなかこう3回戦まで行く成績を残してなかったと記憶しております。まずですね、私の指導方針として見つける、育てる、生かすっていうのをまず次の年に中大連中学校クラブのチームを、まあ、結構見に行って、まあ、声をかけをさせてもらって、そこからまあスタートですよね。じゃあスカウトみたいな。そうですね、当時は中学校の試合結構行きました、はい、それでは佐々木監督が育てた3人の注目選手をご紹介。3年センターバックキャプテンの八嶋和弘です。八嶋はですね、やはりセンターバックのリーダーとしてチームが苦しい時なんかでも鼓舞しながら、本当に、まあ、私が言うことを本当に言ってくれるんで助かってます。監督の佐々木先生の指導を受けたくて東高を選びました。自分は声を出してディフェンスラインを統率したり、前線の指示を送ったり、ディフェンスラインのコントロールをしたりして、コーチング力っていうのは自分の武器だと思います。続いて3年ボランチ小野雄之介選手。小野はですね、
自分がボール持った時にやはり相手の懐に入って、得点のチャンスを作る選手です。やはりシュートが上手いですね。一つは佐々木先生がいたのと、中学生の頃の先輩がいて、僕他の高校に行こうと思ったんですけど、その先輩から誘われて決めました。でも今はその高校より東高に来てよかったなと思います。その東高の方が去年の選手権もいいところまで行けたし、いい思いもできてるんで、今出れてるっていういい思いもできてるんで、東高の方がいいと思いました。そして最後は3年ボランチ佐々木浩也選手。浩也はですね、やはりこの献身的な守備、ハードワークができる選手です。コンタクトプレーも強いし、危険なところに必ずいるって感じですね。サッカーは中盤が命なんで、チームを支える役割をしたいなと思ってます。なぜこのチームにこう入ろうと思ったんですか？監督が父で、父の監督が父で。あ、そうなんですか。はい、お父さん。はい、こういうその優勝という結果で恩返ししたいなと思います。このチームのムードメーカーは誰ですか？僕です。誰ですか？3年三好城です。よろしくお願いしますと、ここで無茶ぶり、得意の一発ギャグをお願いします。来た来た。題名福山雅治。あ、やばい、電車遅れそうだな。いつか父さんみたいな。福山雅治。準優勝まで行ったというところで、はい、反響はどうですか？非常に本当に東高が、強くなったという反響で、本当に公立高校でここまでやるっていうのが、非常に皆さんを応援してくれて、本当に反響は非常に多かったです。はい、先輩方が作ってた伝統を軸に、これから、優勝を目指して頑張りたいと思っております。はい、高松東高校サッカー部、今年こそは高校サッカー選手権の優勝を狙います。選手権優勝するぞ。おそれでは岡山香川週末のサッカー情報です。まずは岡山から。今日15日土曜日、 JFA 総社高橋トレセン U12 が清根ふるさとふれあい広場で行われます。続いて香川です。今日15日土曜日、高円宮杯 JFA U18 サッカーリーグが県内各所で行われます。さあ、パジアの岡山、かまたまアレ、さぬきともに今週末はホームゲームです。実はこの番組が始まってから一度も同時勝利をお届けすることができていません。今回こそ共に勝利で最高の週末を。